え、これよし、行こう。パパ、ね、乗ります。はい、じゃあ出発します。イエーイ。じゃあ今から焼津のね、文化センター。そう、文化センター。高校生のがオペラやってるんでしょ。うん、そう、オペラ、オペラ、そう、オペラやってるから、それが終わった後の、うん、舞台装置の引き取りに今から行きます。よろしくね。うん、よろしく。え、荷物を後ろに積む。うん、積むよ。でもまだ高校ね、高校生っていうか高校の先生とかに許可得てないから。え、そうなの。うん、ちょっと現地で撮らせてくださいっていう感じになるんですけど。え、けど、もしダメって言われたら。まあね、まあその可能性もあるね。うん、ちょっと暑いな。ね、暑い。はい、じゃあもうちょっとですよ。え、早くない。うん、まあ近いからね。え、近い。文化センターってさ、いろんなところにある。まあ、だいたいどこの市とかにもあるんじゃないかな。町とかにもね、文化センター。え、東京とか大阪とかにもあるの。ああ、もちろんある。うん、もうレベルが違う。じゃあ、前ね、幼稚園の時もここに来て。ああ、おじいちゃんとかおばあちゃんとね、会とかに来て。覚えてないかな。ピタパンしか覚えてないよ。こういうとこだけど、ほら。おお、広い。うん、大きいでしょ。あ、なんかここさ、うん、あれ、なんか覚えてる。3年の頃にさ、うん、行ったよ。マークいたっけ。マーク。マークいた。マーク。マークはね、だから意外なんだよね。ここから荷物を出したりするとこなんだけど。マスクつけないと。どこ？まだ門が開いてないんで、ちょっと言うたんですよ。はい、お待たせしました。積み込み完了です。結構長かったね。長いっけね。うん、いや、結構思った以上に量があったもんでね。そうなの。積むのに。え、後ろに今ある。むちゃくちゃあるよ。え、例えば舞台で使った、なんて言うんだろう。あ、もう終わったってことね。大道具っていうやつかな。セットとかね、マイクとか。舞台セット。でもマイクとかもあるしね。じゃあ今から高校の方に降ろしに行きます。ね、オペラってもう終わったの？え？それって終わった？あ、それはもう終わった。終わって今回収して帰るところだからね。あ、そういうこと？うん。じゃあまた今度見に行こうか。ね、うん。はい、じゃあ後で。誰かも。あ、もう。うん。先生もいいし。先生面白いから楽しい。やっぱ先生は大事だね。はい、はい、ちょっと諸事情でちょっと撮影の方がね、そうできなかったね。ちょっとね、またすごい高校生もなんかね元気だったね。
ね、可愛かったね、うん、チャンネル登録者数が、5000人に達しました。はい、本当皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまた引き続き動画撮っていきますんで、うん、またチャンネル登録もお願いします。お願いします。どうだった今日は。ね、あんまり見れなかったけど、うん、うん、なんか高校生の声とかは聞こえた、うんうん、メイクしてたね。メイクしたね、うん、鼻が高い、うん、じゃあ今日はありがとうね。うん、はい、じゃあまたね。バイバイ。